名古屋の人めっちゃ何々だもんでって言うな。だもんで口癖移りそうになりましたわ。だもんで。どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、11月6日愛知県ポートメッセ名古屋にて開催されましたブラックアウトベガでの先輪紹介をしていきたいと思います。今回ね、初めての名古屋でのねブラックアウトベガ開催ということで、僕自身ね初めて行く会場でね、お客さんめちゃくちゃ多かったです。はい。でね、僕自身ギリギリのね、告知にもかかわらずね、たくさんのね、お客様来ていただきまして、差し入れもいただきましたので、はい、今からね、紹介していきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい。ということで、今回も私ね、織田さんの、はい、販売スタッフとしてね、お手伝い参加させていただいてました。ということで、早速ね、いただき物を紹介していきたいと思います。まず一つ目、こちら、ティロリン。はい、いつものやつですね。はい、札幌500、ロング缶がね、6缶パックが、はい、2個ということでね、はい、またいただきました。ありがとうございます。では続いて、あ、これ、名古屋飯セット、台湾ラーメンの素。はい、これ辛いやつ、うまいのよ、味仙のやつかな。そうですね。と、あ、ヤバトンのね、味噌カツダレとかね。はい、横井のソース、これあんかけパスタ、はい、これチャオのソースね、あんかけパスタセットですね。では続いて、ホットチリカレーイカ味ってめちゃくちゃ辛そうなやつと、あ、これエナジードリンクメガパチっていう、チェリオの、チェリオってエナジードリンク作ってたんや。へえ、久しぶりに見ました、チェリオ。はい、後で飲まさせていただきます。はい、で続いてね、これうま激辛ラーメンっていうね、これ同じ方から真っ赤っかのやつもらったな。はい、これちょっと肛門ピリ辛にしていきたいと思います。はい、じゃあ続いてこちらね、新潟濡れおかきってね、あ、これ新潟の方がいただいたんかな。はい、さらにこちらね、オビーヤですね、これ、あ、これ何これ、初めて見た、名古屋赤味噌ラガー、味噌入ってんの、金シャチって書いてるけど、え、味噌ビール。あ、俺赤だしとかは好きなんでね、てか名古屋の飯基本的にね、味噌だれめちゃくちゃうまいんでね、これちょっと楽しみですね。でもう一本ね、こっち、はい、あ、こっちがフラットなタイプかな、金シャチピルスナー、あ、ピルスナーのねビール、はい、ちょっと濁り気があるやつですね。はい、あ、なんかゴージャスやな。では続いて、はい、あ、こちらですね、これね、もらった時にね、これダファーオブセントジョージってね、イギリスのね、ちょっとトラディショナルなブランドのやつなんですけど、中ね、これ、はい、これ靴下なんですけど、これ何のマークかわかります、これ、ここにね、ロゴ、ブランドロゴ入ってるんですけど、チン&コーってなんでやねん、おい、やめとけ、おい、めちゃめちゃ可愛いやないかい、ダファーこんなん作ってんのかいっていう、まさかのね、おちんちん柄ソックスをいただきました。あぶね、ちょっとソックスを間違って言うところでた。はい、では続きまして、こちらですね、はい、これね、はい、いつもね、あのイベントでお世話になってるね、オーサムプラントさんっていうね、流木ね、巻き巻きのツタで、はい、カメレオン飼育者ね、めちゃめちゃみんなお世話になってるね、あのオーサムプラントさん、今回ねプライベートでね、買い物に来てらしてましてね、まさかのね、はい、オーサムプラントさんもね、僕のね、卵パックの女になりました。はい、ということで、卵パックね、コオロギ用のやつ、これセットでうちの家子たちね、使いたいと思います。ありがとうございます。はい、以上でございます。はい、ということでね、今回購入品なしゼロということで、ちょっとごめんなさい、はい、今からね、ということで、オールザさんにいたね、カメレオンたち、またね、いろんなね、生態の動画撮ってきましたので、そちら見ていただきたいと思います。撮れたかもバリクソめちゃくちゃだった、ダモンデ、ダモンデ祭りだったんでね、はい、ゆっくりご覧ください、どうぞ。まずはこちら、マダガスカルの大型ヤモリ、フリンジヘラオヤモリですね。いや、このサイズ感とインパクトすごいでしょう。で、この見てください、この魔力を秘めたような目。はい、すごいね、綺麗な色してます。この鼻先も長くてね、ちょっとワニっぽい顔してますよね。で、手足もね、結構長めで、で、尻尾はね、ヘラオヤモリの名の通り、ヘラ状の形をしてますね。どうですか、これめちゃめちゃかっこいいでしょう。体の色はね、木の皮などに擬態するため、こんな感じのね、やや地味な体色をしています。いやー、やっぱマダガスカルね、魅力的な生き物多いですねって言ってたらね、こちらは、はい、生き物系女子 YouTuber の農家ちゃんがね、この子を前回のイベントの時からめちゃくちゃ気になっててね、こうやって見に来てくれました。やっぱこのフリンジってめちゃくちゃ人気なんですね。他にもね、いろんな方見に来ておりました。お、これ鼻がね、ちょっと脱皮中で皮がペロッとなってますね。ヤモリなんで壁にひっつくようにね、手にひだはついてるんですけど、しっかり爪も生えていました。尻尾もプリプリでございます。続きましてこちら、はい、3匹いるんですけど、わかります？はい、足ビーンって伸びてる、こちらはヤマビタイヘラオヤモリですね。こちらもマダガスカルの固有種ですね。ハンドリングしたらね、ちょっと尻尾この子ピーンってなっててね、可愛かったんですよね。
さっきのフリンジよりね、やや小型の、はい、こちらもね、魅力的なヤモリですね。体色は先ほどのフリンジよりややモスグリーンとか緑の部分が多い気がしますね。はい、どうですかこれ。本当に苔むしたかのようなね、体色と質感ですね。なんかこの顎がヒダヒダになってるのがね、顎ひげみたいで可愛いんですよね。近くで見るとね、本当に岩肌に生えた苔のようなね、めちゃくちゃリアルなんですよね。続いてはこちら、たたり神みたいになってますけども、こちらは子持ちミミズトカゲですね。何やらね、このケースの上に登ってね、逃げようとしてるのか、はい、みんなで集まってますね。こちら最近ね、我が家でもお迎えさせていただきまして、今絶賛ドハマり中でございます。続いてはこちら、カンパニーカメレオン。この子たち別名、ジュエルドカメレオン、宝石カメレオンと言われる通り、めちゃくちゃ美しい宝石のようなカラーをしております。基本的にカメレオンはオスの方が一般的には美しいとされてるんですが、この子たちはメスの方が綺麗になるんですね。よってこの子は女の子ですね。この上の部分にね、入ってる水色のドットに、このね、目元のオレンジ、めちゃくちゃ美しいカメレオンです。はい、続きましてはこちら、キサントロプスジャクソンカメレオンのオスですね。この子一匹だけね、今回オスでいたんですけど、めちゃくちゃ立派なね、シャピーンと伸びた3本角の、まさにトリケラトプスのようなカメレオンでございます。先ほどのカンパニーカメレオンと違って、肌の質感はややゴリゴリゴツゴツしてますね。続いてはこちら、バシリスクカメレオンのヤングサイズですね。つい先日ね、日本初入荷だったんですけど、今回ね、こんな小さいサイズがゴロゴロ入ってきました。あ、頭めちゃめちゃ踏まれてんな。この子たちはアフリカに生息するカメレオンで、先ほどのカンパニーと同じくメスの方が体色は綺麗になるんですね。オスはね、こんな感じで微妙にね、緑っぽいやや地味な体色なんですけれども、メスはね、黄色いバンドが入ってね、黒のドットが入る、めちゃくちゃ美しいカメレオンでございます。我が家でも最近ね、卵を42個産みまして、はい、これぐらいのサイズの子たちがね、帰ってくるの楽しみですね。現在オルザさんにこちらのサイズたくさんいますので、選べるうちにいかがでしょうか。続いてはこちら、カメレオンの王様、パーソンカメレオンのオレンジアイの男の子ですね。いやー、出ました、パーソン。はい、ただこの子ね、まだ若くてね、高校生サイズですね。いや、僕個人的にはね、パーソン1匹目買うんだったらこれぐらいからチャレンジしたいなというね。最初からでかいパーソンもかっこいいですけど、これぐらいからね、成長を見届ける楽しさもありますよね。で、見てください、この目。これ本当にオレンジアイの名の通りね、鮮やかなオレンジカラーをしてます。で、この子体色もね、この深いブルーグリーンというかね、めちゃくちゃ綺麗な色してます。こっからどんな感じのね、体色変化見せてくれるのか、本当にね、成長が楽しみな一匹ですね。花飾りもね、まだややチマッとしてて可愛いですね。パーソンは他のカメレオンに比べて寿命も長いですから、これからゆっくりじっくりね、一緒に時を過ごしていただける、そんな一匹でございます。続いてはこちら、パーソンカメレオンオレンジアイの女の子です。先ほどの女の子バージョンってことですね。見てください、このしっとりした肌質。この子は先ほどの男の子に比べるとやや明るめのライムグリーンといった色合いですね。僕パーソンのね、女の子のこの顔好きなんですよね。丸っこくてコロンとしてて、本当にでもどっしりしててね、なんだろう、この表情もね、なんかすごい頭良さそうですね、パーソンカメレオンって。なんか見てるこっちのことをね、全て見透かしてきそうなね、そんな感じの目をしております。最後はこちら、パーソンカメレオンイエローリップの男の子ですね。いや、この子マジでかっこいいです。いや、もう何よりでかい、本当にね、もう猫ちゃんサイズでね、見てください、この僕の腕と比べて。で、この花飾りも綺麗ですし、何よりこのイエローリップの名の通り、黄色いたらこ唇、はい、めちゃくちゃ男前でございます。いや、この子ほんとでかいし、美しいし、かっこいいしで、本当にスペシャルな一匹ですね。はい、この成人男性が持ってこのサイズ感でございます。いや、こんなんね、お部屋で放し飼いにしたらね、毎日楽しいでしょうね。はい、いつか飼いたい、そんな憧れのカメレオンでございます。はい、ということで本日の動画は以上になります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。
Wow.